ラジオネームこなつちゃんからの投稿です。こんにちは、でんじろうさん。こんにちは。最近立ち入り禁止区域内でひまわりの種を植える女性を発見しました。どうやらその女性は愛子というらしく、公園でよくサックスを吹いているところも見かけます。心が奏でるメロディー、皆さん勝手に乗せ輝かせる、こんな風に二人で音楽を作るよ。してみ、国旗とか国旗
こう切って、え、あ、こ、ゴキブリ？いや、そりゃ勘弁してくださいよ。しぶといよ。来世の人間で痛いですよ。それに、アイコにまた会いたいんですから。ほう、純愛だね。とにかく、今のままではダメだね。ゴキブリ以下、なんかいいことしんさい。いいことってどんなことですか？なこと自分で考えながら、アホ。そくさいな、おばはん。ほう、疑うんなら隣の病院で見てもらいなはれ。割引券あげるから。ボタンを
や、地獄か。何言ってんの、会いたいでしょ。俺死んでねえじゃんかよ。あんたのいい加減な診断のせいで全財産使っちゃって一文無しだよ。どうしてくれんだよこのやべしゃ。あんたのいい行いで運命が変わったんだよ。それと新薬が効いたのかもね。お金もなくて生きててどうすんだよ。バカも休み休みになはれ。命はプライスレスです。あんたが死んだおかげで数百億の寄付が集まった。ええことしなはったんや。あんさん、愛子に会いたかったんじゃないん。そうや、運命が変わったんだから会えるかもよ。ほれ、あっちの方角に服が見える木に行ったらよろしいかな。もう二度とチャンスを逃さない。